山田かける百田、山田明氏受けて立つ、キックバック受けてる噂の Y 社長です笑いという動画でご紹介しましたが、百田直樹先生が山田氏がキックバックもらってたのではと疑惑を語る、山田明氏がスパチャをキックバックと呼び煽り返すという展開をご紹介しました。上記動画時点では明確な発言がありませんでしたが、山田氏より真相が語られましたので改めてご紹介します。生配信夜鍋第13回、江崎道夫&中川浩二のコンビがお酒を飲みながらちょいヤバ話。 KB って何ですか？ナイス KB。 ああキックバック、はっはっは。キックバック、キックバックもらってるって。ああそういうこと、そういうことですか。虎ノ門ニュース時代に制作プロダクションからキックバックもらってんじゃないか疑惑が出てまして。そういうのじゃなくて給料でしょ。そうや、ほんでね、キックバックももらってもないし。え、もらってないんです？もちろんやん。僕ね、10万円で買うた軽自動車乗ってまんねんで、キックバックもろうてたらもうちょっとええ車買いますわ。え、そうなんですね。あれ、ちょっと待って、みんな疑ってる？はは、疑ってる、疑ってる。山下さん、八木沼さん、ちょうだい、今からちょうだい、遡って。ちゅうか、ほら、僕知らないけど、メディアの世界って、そうやってなんか、キックバックとか、いろんな美味しい、いい思い、いっぱいしてるんじゃないですか？教えてほしいんですよ。いや、僕はそういうイメージしかないんだけど。本当？そんなん欲しいです。それ以来、この投げ銭を僕ら、キックバックって呼んでるんですよ。はっはー。とのことでした。キックバック呼び、イコール煽り返しというのは正確な解釈だったことが分かりました。キックバック疑惑出てまして、もうちょっとええ車買いますわ、山下さん、八木沼さん、ちょうだい、今からちょうだい、遡って、と、少なくとも山下氏、八木沼氏からはキックバックを受けてないと否定されました。山田氏の車両については写真が公開されています。明日からの伊勢志摩ツアーに向けて移動中、沼津ナウ。写真を見る限り、バンパーの劣化やマフラーの錆等があるので結構古そうです。ただしジムニーは今非常に人気で、新車で買っても1年以上納期がかかるとのことで、中古車市場も上がっています。10万円でのジムニー購入は、むしろそれがキックバックかというぐらいに破格です。この発言から山田氏と百田先生の溝は相当なものだなと改めて感じました。ケンカー君と人類の間にはマリアナ海溝より深い溝があるよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。